そして日本時間の明日未明に FOMC の結果が発表されます。市場では今回追加の利上げに踏み切るという見方が大勢となっていますが、注目点はどのようなところでしょうか。はい、お話にありました通り、金融市場でも今回の FOMC で 0.25% の利上げが行われるということはほぼ織り込まれております。今の金融市場の状況ですとか、これまで発表されたアメリカの経済指標、そして堅調であることから、おそらくその可能性が高いのではないかということになります。従いまして、今回の注目点は来年の利上げペースがどうなっていくかということが、最大の注目点になろうかと思います。これまでの FOMC の金利の予想というのがですね、年初は中国経済の減速ですとか原油価格の大幅な下落、年後にはイギリスの EU 離脱と、いった問題もありですね、下方修正が続いてきたわけですが、今回は、おそらく9月と同様、来年2回の利上げを行うという見通しが維持されるのではないかと、見ております。市場では来年利上げペースが加速するのではないかという見方もありますが、現段階ではまだ材料不足なので9月の見通しを維持するという形になるかと思います。一方、じゃあ実際に来年どうなるかということを考えていきますと、トランプ次期大統領による大規模な減税ですとかインフラ投資といった財政出動によってですね、経済成長率やインフレ率が加速していくということになれば、 FRB としてもやはり利上げペースを加速させていかなければならないということになっていきますので、来年、マーケットの注目点としてですね、この FRB の利上げペースがどうなるかという点はですね、アメリカの株式市場ですとか新興国のマーケットを通じて日本株市場にも大きな影響を及ぼしますので、今回の FOMC の見通しも含めて、来年も大きなテーマになっていくのではないかというふうに考えております。はい、宮川さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。